ステランティスと LG は合弁会社を設立し、北米に新たな EV 用バッテリーの生産工場を建設する予定です。北米の EV 市場攻略に本腰、し、ステランティスは韓国の LG 社と提携し、2024年に北米でバッテリーを製造する新工場の設立を目指す。ステランティスは年間 40GWh の生産能力を目標としており、 米国、カナダ、メキシコにある同社の組み立て工場にバッテリーを供給する。これらのバッテリーはプラグインハイブリッド車や EV などの次世代電動モデルに搭載される予定だ。ステランティスの CEO であるカルロス・タバレスは今日の発表は当社が積極的な電動化ロードマップを展開し7月の EV イベントで行ったコミットメントを 実行していることを証明するものですと述べている。これで2030年までに合計で最低 260GWH の容量を達成するためにステランティスの次のギガファクトリーが決定しました。この戦略的プロジェクトに関わった一人一人に心から感謝したいと思います。私たちは共に効率性で業界をリードし情熱に火をつける。 電動モデルをお届けします。この施設は、ステランティスが2025年までに電動化とソフトウェア開発に行う300億ユーロ、約4兆円の投資の一部となる。ステランティスは2014年に LG 社と初めて提携し、クライスラーのパシフィカハイブリッドにリチウムイオンバッテリーと制御装置を供給することに、 LG エナジーソリューションの社長兼 CEO であるキム・ジョンヒョンは次のように述べているステランティスとの合弁会社設立は我々の長年のパートナーシップにおける記念すべきマイルストーンとなりますルジズは我々の持つ独自の技術力と量産能力を活用してこの地域の顧客にバッテリーソリューションを提供していきます工場の場所はまだ確定していないが 2024年の第1四半期までに建設を開始することを目標としている。